テレビくんのラジオ非正規ドルオタでもファイヤー挑戦、テレビくんです。よっまっしゃい。本日は派遣社員35歳の貯金資産大公開少なすぎというテーマで話していきたいと思います。このチャンネルはもともと非正規ドルオタの自分がファイヤーとかセミリタイヤを目指すまでの日常をお送りするチャンネルだったんですけど、最近は2年間推していたアイドルに激似の子が風俗で働いてるかもしれないっていう問題ばっかり話していて、で資産形成とか節約系の話を全然してなくて、もう何してんのって感じなので、で今日は35歳派遣社員テレビくんのセミリタイヤ資金を発表して、底辺セミリタイヤ系チャンネルらしいことを少しはしていこうかなと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。自分は今朝礼のラジオ体操をしっかりやらないと文句言ってくるっていうクソキモブラック企業で、時給1300円で働きながらセミリタイヤを目指しているんですけど、まあ、どうやってセミリタイヤ目指しているかっていうと、節約と投資をしています。オリラジ中田さんの YouTube 大学とか、あとフェルミ漫画大学の資産運用系の本要約動画をからファイヤーを知って、3年前から少しずつ取り組んでいました。まあ、それまでもう貯金が全然できなくて、で入ってきたお金がもう全然残らないで、貯金は常に20万前後で、もう仕事も続かないっていう状況だったんですけど、徐々に溜まってきました。でまずは UFJ 銀行で現金で貯まっている貯金を発表していきたいと思います。で現在は36万6545円貯まっています。で仕事を辞めても半年間は生活していける生活防衛資金、まあ、それがその自分的には14万円かける6ヶ月で84万円が目標です。でとりあえずそこまであれば、まあ、現金は安心かなって思ってるんですけど、UFJ 銀行をまだ使ってるんですけど、まあ、これを楽天銀行とかにしたらもっと、まあ、利率とか高いんで、で、まあ、ちょっと時間ある時にそっちの方に変更していきたいなって思っています。で次は SBI 証券で運用している資産です。で何に投資しているかっていうと、S&P500 と E-MAXIS SLIM 全世界株式除く日本、通称オルカンに投資しています。で割合は S&P500 に7割でオルカンに3割っていう感じで、月に2万5千円ほどぶち込んでおります。で投資残高は2023年4月現在で23万5936円で12,590円プラスっていう状況ですね。まあ結構増えてきたし、あとこんな、まあ無能でもう非正規の自分がもう何もしなくても12,590円増やせたっていうので、結構なんかやりがいっていうか、まあ自分、まあ全然少ないと思うんですけど、まあ自分的には増やせてよかったなって今思ってます。でこれを積み重ねていけば結構大きな資産にもなるっていう実感も湧いてるし、まだまだこれからやっていきたいなって思ってますね。で続いて、であとビットバンクで仮想通貨にも並行して投資をしています。総資産は105,267円 で今までに9万400円ぐらい投資してるので、1万円以上プラスになってますね。で2週間くらい前に見たら11万超えてたんで、もう結構変動率高くてびっくりしてるんですけど、仮想通貨何に投資してるかっていうと、自分はビットコイン、イーサリアム、あとドージコインに投資してます。で仮想通貨はこの3つに投資しておけばまあいいかなって感じで、で変動は大きいけど、
まあ、ものすごい長期視点で、で、まあ、仮想通貨見守って、で、減ってる期間は、まあ、気絶して待ってようかなって思っています。で、なんでこの3つなのってことですけど、まあ、ビットコインとイーサリアムは有名で、で、一番支持されてるから、まあ、盤石かなっていう考えで、あと、もう同時コインは、イーロン・マスクが支持してるし、同時立てって言って草コインの取引に同時コインがよく使われてるっていうことも多いので、まあちょっとは買って、で宝くじ感覚で持っててもいいかなって思ってるからですね。で大体10万ぐらいはまあ同時に使ってもいいかなって思ってます。でこれらの資産を合計するとテレビくんの現在の資産は70万7702円でした。思ったより溜まってて嬉しいです。自分的にまあ50万ぐらいかなって思ってたんだけど、まあ結構あ70万か、もうこれ全部下ろしちゃえばとりあえず仕事辞めてもまあ半年とか1年ぐらいは暮らせるし、まあちょっと安心できますね。で3年前に倉庫業の正社員になった時から節約と投資を始めて、でよしこれからまあ正社員でボーナスももらえるしガンガン投資してセミリタイアじゃって思ってたんだけど、まあ、そこでその自分より2週間先に入ってきた新人の5歳ぐらい年下のヤンキーに舐められて、で毎日もうチクチク注意されたりとかなんかマウント取られてもう嫌になっちゃって、でわずか1ヶ月半で退職して、でその後はもうコロナ禍がすごくて、でもう在宅でできる闇のアフィリエイターで、で1年半くらいギリギリで食いつないで、でその時はもうほぼ貯金がもう20万からその10万円前後って感じで、もう何にももう貯金資産形成できないっていう状況で、でまあ去年になってようやくその楽なゆるゆる町工場で、まあ、派遣社員として時給1400円もらいながら、でようやく資産形成し始めて、でできるようになったんですけど、まあ、わずか9ヶ月で工場に仕事がなくなって派遣切りにあって、でそこでまあ3ヶ月くらい休ん で今のその朝礼がクソキモいブラック企業さんに今年の年明けから入社してやっているっていう感じです。でだからもうあんまり資産まだできてないんですよ。でまだまだこれから貯めていきたいけど、もう労働のストレスがもうゴミすぎるし、もう労働邪魔すぎますね。でこれ以上もう朝礼のラジオ体操で注意されたら、もう自分からムカついて辞めるか勤務態度が悪いって判断されて契約終了っていうことになるかもしれないっていうのと、であと2週間後に推し面劇のこの風俗店に行って確認するっていうビッグイベントが待ち構えているので、でもし推し面本人だったらお店に行くのもう1回や2回じゃ済まないと思うので、資産が大きく減ってしまう可能性があります。いや本当もう思い出的にも金銭的にも本人じゃないでくれっていう気持ちが結構あるんだけど、もうお店の写真見ると85%ぐらい本人なんですよ。もうだからなんかもういっそこのまま飛んでくれないかなとか、まあ、出勤しないでくれみたいな気持ちもあったり、でももう会いたいし、もしかしたらもしかしたら本人で、で2年間ずっとしてたことをもうエッティンガーなことできると思ったらもう興奮してやばいっていう、なんかもうやばい状況なんですけど、で本当もうセミリタイアとかファイヤーを達成した人ってもうこういう煩悩とか物欲もう あれ買いたいなとか、もうこれやりたいなみたいなことを抑えて、で仕事のストレスも受け流して成功させたんだなって思うと、もうマジですごいですよね。で自分もそうなりたいけど、もう今あおしめんとかもう仕事クソだみたいな感じがもうあって、もうなかなかうまくいかないです。でこれからも35歳派遣社員テレビくんの資産運用の結果とか総資産額を発表したり、
推しメンが風俗で働いてるのかっていう真実を突き止めていく様子を発表したりしていくので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますといった動画でした。皆さんはどんな節約や投資をしていますか？知りたいので、よければコメントで教えてください。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるので、ぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開します。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとう。